ちょっとホイールがね、本当はもっとかっこいいホイールだったんだけど、スタッドレスタイヤに変わっちゃった。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです、今日はですね、このハリアーに、まあ、どういう風に乗り込むのかとか、あと車椅子が、まあ、固定車ですけどトランクにどう積み込まれるのかとかっていうのをやっていこうと思います。実際車椅子の人が車を買う時であったり、車椅子の人を持つ家族というかの人たちにとって車を試乗するって結構大変だと思うので、私の障害のタイプで、まあ、乗り込みとかいろいろ見てもらって、ちょっと参考にしていただけたらなというふうに思います。私って自分の車セダンしか乗らないので、こういう SUV とかミドル SUV、 ミドルサイズ SUV、 ミドルサイズ SUV はどうしてもちょっと車高が高くなりますが、私身長が150、まあ、立てれば153なので、その身長も含めて、まあ、乗り込めるかどうかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず乗り込んでみようと思います。ドアの幅はですね、ドアの幅はあまり長くはないから、うん、そんななんか大きいなっていう感じはしません。はい、はい、まあ、この駐車場に対しても結構余裕があるね。よで、私は足をいつも初めに乗せるタイプなので、はい、いつもの初めやっぱ足が短いな。これなんかここで高さがちょっとここら辺から撮るとわかるけど、ちょっと高いとやっぱこういうとこ大変なんだよね。身長大きい人であったり、あと私形勢が強いからこう上げるのが大変だけど、主観の人とかはまた別だと思うんだよね。いける？あ、いけんな。いける？これなんか軽装の人とかもこういうの乗る人多いけどハンドル捕まえたりする。どれどれ、ちょっと一回この辺取ろう。でも私ちょっとケツがでも天井にはここ届くわ、フロントのここら辺、うん、ここは私は持って、はい、じゃあここは手はここね。え、あとは他にないの？ハンドル、え、ハンドルのやり方はちょっと苦手かも。で、シート、左手は私シート、うん、で、右で引いて、うん、ちょっと浮いたらもう左で上げる感じ、うん、はい、いきますよ。いいですか？はい、はい、よいしょよいしょ、はい、頑張れ。今ね、足の形勢が出ちゃって、足が今自然に膝が曲がってくれたらスムーズだったんだけど、その伸びが入ったから、まあでもいけます、全然。まあ、ただ、まあ、積み込みは、まあ、固定だとできないことはないと思うけど、まあ車を傷つける率っていうのは高くなるかなって思う。折りたたみだったら別に、うん、これこのフォンで、まあ、でもここはあんまり高くないからね。まあね、なんかハリア低いんだよね、結構この中が。そんなにね、ここのスタートがあれだね、アウディと変わんないわ。いや、そうだから、乗用車が、乗用車っていうかセダンとかがちょっと車高高くなったぐらいなの、ハリア。うん、広いけど結局入り口のここは狭いから、うんうん、そう入れるのはちょっと大変かもしれない。いや、そうなの、うん、まあ入れなくはないけどね、もちろんアウディで、はい、入れてるから。あとだってさ、ここ座席下がるっしょ、ここ、この高さ。まあ多少は、ああここか、あ、ちょっと多少はね、ちゃんと下げてからの、うん、そうね、いいですよ。はい、で、まあ降り方は全然足先に出して降りるのもあり、あ、やっぱここが狭いからええね、うん、日本車はね。そうですね、日本車はここが近いし、うん、あとハリアはここが樹脂になってるから、あ、傷つきにくい、ね、まあ、傷ついてもなんとかなる。このボディとかだとなんかあーって感じになるけど、ちょうどこの当たってるとこがこの樹脂の部分だから、あ、その車高の高さがそこで、これ全開なんだ、狭いね。なんかめっちゃ開くっていうやつじゃないね、めっちゃ開かない。ああ、逆にいい。だからさっきの2パターン乗り方ができる。なるほど、開きすぎないから、そう、開きすぎないから
からその落下すればいいんだよね。私足つかないもん絶対これ。こうこのままこういけるパターンと、うん、そのドアのここがすぐ近いからここをもう掴むことができる。なるほどね。ここ掴んで背もたれとかを持って、うん、こう降りることもできる。今どこ掴んでた？あ、ここさっきと同じここ。あ、だ足残しパターンもできる。うん、まあ、降りるのはじゃあ結構楽やっぱり。全然楽。車高ちょっと高い方がっていうか。そう、この車は、うんうんうん、だからこのドアの開き方じゃあ結構大事なんだ。はい、じゃあ車椅子積んでみました。ハリアーの場合この後ろの席を立てたまま車椅子を入れようとするとこんな感じで微妙に入んないんだよね。微妙に入んない。もちろんタイヤとか外してしまえばいいんですけど、まあ僕たち家族からすればまあ、このまま分解せずに入れれるっていうのはすごくなんて言うんだろうまあそっちの方がいいで、なおかつ人も乗れるっていう車の方がありがたいかな。うん、なんでハリアーに積むときはまあこれ倒してあげる。うん、こんな感じにしてあげれば少し奥に入れることができるので、まあ分解せずに車椅子を入れることができると。ちょっとねこのここが少し下がってるので奥が深くてこのここがちょっと閉めれますよと。 OK、 車としてはすごくいい車なんだけどね内装もそれなりだし。はい、ということで、乗り降りであったり車椅子の積み込みですね、家族が積み込みをする場合っていうのを説明させていただきました。もう一台ですね、最近、母親の車を新ししたのでまたそれ取っていこうかなと思います。本当その次の車の方が全体的な家族で見た場合はすごくおすすめです。ちっちゃい子いる家族も含めてねおすすめなので、撮っていこうと思いますし、まあまた今後も車が我が家に来るたびになんかハリアがもうすぐなくなります。これそう、このハリアはもう なくなっちゃうんですよ、はい、お兄ちゃん飽き性で。そう、私渋谷家は本当に渋谷家というか車好き田舎あるある家族なので本当に車に金をかける家だなって思うのでだからそういう、まあ、車が新しく来たら今後もどういう感じなのかっていうのを撮れていけたらなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、この動画が役に立ったと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.